メアリー・ジェーン・ケリーは連続殺人者の切り先、ジャックの最後の被害者と考えられている。殺害された当時、ケリーはおよそ25歳で貧しい生活を送っていた。他の切り先、ジャックの被害者と比べると、ケリーの羊は文献に記録がなく曖昧であって、羊にまつわる情報のほとんどは装飾である、可能性もある。ケリーが、 自身の幼い頃の話を捏造していた可能性もある。それを裏付ける証拠書類が存在しないためである。ただし、ケリーの話の反証となる証拠も存在しない。ケリーが殺害される前にケリーと一緒に暮らした最後の男性であるジョセフ・バーネットによれば、ケリーは自身が1863年頃にアイルランドのリムリックで生まれ、幼い頃に 家族でウェールズに転居したと語ったという。ケリーのユーリムリックが死の方か県の方かは不明である。バーネットによれば、ケリーは自分の父はジョン・ケリーという名前でカーナー・ボンシャーかカーマーゼンシャーにある製鉄所で働いていたと語ったという。ケリーには7人の兄弟と少なくとも1人の姉妹がいたとも話していたという。兄弟の1人のヘンリーは、 スコッツガーズ大に大体に所属していたという。ケリーは一度、友人のリジーアルブルックに、家族の一人が、ロンドンの劇場のステージで仕事をしていると話したという。ケリーの下宿の公屋のジョン・マッカーシーは、ケリーは稀に、アイルランドからの通信を受け取っていたと主張した。バーネットとかつての同宿者のカーシー夫人の両名は、ケリーは裕福な家族の出であると主張した。 カーシーは、ケリーは、優れた学識者で、かなりの芸術家だったと述べていた。しかし、バーネットは、検視新聞で、ケリーはよく自分に、殺人事件についての新聞の報道を読んで教えて、欲しいと頼んでいたと述べた。このことは、ケリーは、読み書きができなかったことを示唆している。1879年頃、ケリーは、作業員のデイビスと結婚したが、デイビスは、 結婚から2.3年後に炭鉱爆発で死亡したと言われている。ケリーは8ヶ月間カーディフの診療所に入院していたと主張していた。ケリーがカーディフにいたことを示す、当時の記録は存在しないが、売春婦の仕事を始めたのは、この時期のことであると考えられている。1884年にケリーはカーディフからロンドンへ向かい、 より裕福なウェストエンドで売春宿での仕事を見つけたようだ。ケリーは客からフランスで招かれたと言われているが、フランスでの生活が気に入らず、2週間以内にイングランドに戻ったらしい。この時期にケリーはフランス風にマリー・ジャネットと名乗っていたと考えられている。ケリーは金髪や赤髪だったと報じられている。しかし、ケリーのニックネームにブラックメアリーというものがあり、 黒目のブルネットだった可能性を示唆している。目の色は青かったと言われている。当時の報道では身長は170センチメートルだったと推定されている。ウォルター・リュウ・ケージは自助伝でケリーについては顔だけはよく知っていたと主張しており、ケリーは非常に魅力的で美しく肉付きのいい少女だったと記している。ケリーはいつも綺麗な白いエプロンを身につけていたが、 帽子は決して被らなかったとも述べている。ロンドン警視庁のメルビル・マクナーテンは、ケリーとは直接会ったことがなかったが、当時の基準ではかなり魅力的な人物と知られていたと報告している。1888年11月10日のデイリー・テレグラフには、ケリーは背が高く、ほっそりとしていて、色白で、生き生きとした顔色をしており、 魅力的な外見をしていたと記されている。一部によると、ケリーは、フェアー、エマという名前で知られていたというが、このニックネームが髪や肌の色、美貌などに基づくものだったのかは、はっきりしていない。一部の新聞の報道では、ケリーは、生姜色の髪をしていたことから、ジンジャーとも呼ばれていたという。別の新聞の報道では、ケリーは、メアリー・マッカーシーという名前で知られていたと報じて、 いたが、こちらは、当時の大家のせいと混同された可能性がある。ケリーはより貧しいイーストエンドに移ってから、ステップニーの商業ガス工場の近くに住む、モーガンストーンという男と一緒に暮らしたと言われており、その後に、岩屋の左官のジョー・フレミングという人物と一緒に暮らした。ケリーは酔っ払うと、アイルランドの歌を歌う習慣があったという。酔っ払っている時はしばしば喧嘩っ早くなり、 周囲に口汚い言葉を吐きかけることさえあった。このために、ダークメアリーというニックネームがついたという。マッカーシーは、ケリーは、シラフの時は、非常に静かだが、酒を飲むとやかましくなると述べた。バーネットが最初に、ケリーに会ったのは1887年4月のことで、ある。翌日に二度目の出会いを果たし、一緒に暮らそうという話になった。 1888年前半、二人は、スピタルフィールズのドーセットストリート26番地の、裏手にある、ミラーズコート13番地の家具付きの一人用の部屋に、転居した。広さは3.7平方メートルの一部屋で、ベッド一台、テーブル三脚、椅子一脚がついていた。暖炉の上には、ザ・フィッシャーマン、S ・ウィドウの複写がかけられていた。ドアの鍵はなくなっていたため、ケリーは、 ドアの近くの破れた窓から手を入れて、外からドアの差し場をかけたり外したりしていた。近隣に住むドイツ人のジュリア・ベンチャーリーは、ケリーは酔っ払っていた時にその窓を破損したと主張した。バーネットはビリングスゲート魚市場の魚の運搬人の仕事をしていた。しかし、定期雇用を失って市場の運搬人の仕事で金を稼ごうとしていた時に、 ケリーは再び売春を始めた。ケリーが別の売春婦と一緒に部屋に住もうとして、抗論になり、10月30日にバーネットは、ケリーの元を去っていった。それは殺される1週間以上前のことで、その間にもバーネットは、ケリーの元を訪ね続けていた。旧ドーセットストリートの現在、殺害現場は写真左、西からの視点、キリスト教会の境内が見える。 北緯51度31分7.16秒、整形0度4分30.47秒、北緯51.5186556度整形0.0751306度、51.5186556-0.0751306バーネットが、ケリーの元を最後に訪れたのは11月8日の午後7時から午後8時のことだった。ケリーは、 友人のマリア・ハーベイと一緒にいた。ハーベイとバーネットは同程度の時刻にケリーの元を去った。バーネットは自分のロジングハウスに戻り午前0時30分頃に就寝するまで他の住人とカード遊びをしていた。ミラーズコートの住人で売春婦であり未亡人で運が悪いと自称するメアリー・アン・コックスは午後11時45分頃に 酔っ払ったケリーが男と一緒に自宅に戻ってきたのを目撃したと報告している。その男は太っていて、髪は生姜色でヤマタカ帽をかぶっており、ビールの缶を持っていたという。コックスとケリーは互いにお休みの挨拶を交わした。ケリーはその男と一緒に部屋に入り、それからエヴァイオレットアイ、プラクトフロングマザーズグレーブウェン、エヴーイという歌を歌い始めた。 コックスが午前0時に外出し、1時間後に戻って、来た時も、ケリーはまだ歌を歌っていた。ケリーの上の部屋に住むエリザベス・プラターが午前1時30分に、就寝した時、歌は、止んでいた。ケリーと知り合いだった労働者のジョージ・ハチンソンは、午前2時頃に、ケリーと会い、ケリーがロックペンスがしてくれないか頼んできたと報告した。ハチンソンは、 持ち合わせがなく、ケリーが立ち去ると、ユダヤ人の格好をした男が、ケリーの方に近づいてきたという。後に、ハッチンソンは警察に対してその男について、極めて詳細に説明し、真夜中のことだったにもかかわらずまつげの色まで説明した。ハッチンソンは、ミラーズコートの向かいの通りで二人が会話していたのを、立ち聞きしたと報告した。ケリーはハンカチをなくしたことについて、 不平を言い、男は自分の赤いハンカチを与えたという。ハチンソンはケリーと男はケリーの部屋へ向かって行ったと主張した。ハチンソンは二人の後をつけ、それから二人の姿を見ることは二度となかったという。ハチンソンは腕時計が午前2時45分頃を指していた時に切り上げたという。ハチンソンの証言は洗濯女のセアラルイスの証言により、 部分的に補強されていたようだ。ルイスは友人のケイラー一家と夜を過ごそうとしていた道すがら午前2時30分頃にミラーズコートを通り過ぎ、その時にミラーズコートの入り口を見ていた男を目撃したと報告した。ハチンソンはケリーは普段の男と知り合いだったようではあるものの、その人物が疑わしいと主張していた。ハチンソンによると、 その人物の富裕層な外見は、近隣では、非常に珍しいものだったという。しかし、ハチンソンの話はケリーについての検視審問が、慌ただしく集結した後に警察に伝えられた。捜査を担当したフレデリック・アバーラインは、ハチンソンの情報は重要であると考え、普段の男を発見できるように警察と一緒に、ハチンソンを送り出した。 現存する警察の記録には、ハチンソンの名前が再び出てくることはない。そのため、ハチンソンの証言が、最後には退りけられたのか、反証が見つかったのか、それとも確証が得られたのかは、はっきりしない。ウォルター・デューは、自身の回顧録で、ハチンソンの証言は信憑性が低いと記していた。デューによれば、 ハチンソンが男を目撃したのは実際はケリーが殺害された人は別の日だったという。犯罪捜査局の刑事部長のロバート・アンダーソンは後に殺人者をよく見ていた唯一の目撃者はユダヤ人だったと主張した。ハチンソンはユダヤ人ではないためアンダーソンの言う目撃者ではないということになる。現代の学者の一部はハチンソンこそが切り裂きジャックで。 あるという説を提唱している。ハチンソンは偽証により警察を混乱させようとしていたというのである。しかし、ハチンソンは報道機関に自分の話を売るために目撃団を捜索しただけの目立ちたがり屋だったという説を唱える学者もいる。コックスは午前3時頃に再び家に戻った。ケリーの部屋からは何の音も聞こえず光も見えなかったという。 エリザベス・プラターは、子猫が自分の首の上を歩いてきたために目を覚ましていた。プラターとセアラ・ルイスの両名は、午前4時頃に、マーダーという叫び声が、かすかに聞こえてきたと報告している。しかし、二人は特に反応しなかった。二人によれば、イーストエンドで、そのような叫び声を聞くのはよくあることだったという。コックスは眠らずにいると、夜通し、ミラー,ーズコートを、 人々が出入りする音を聞いたと主張した。コックスは午前5時45分頃に誰かが住居から出て行く音を聞いたという。プラターは午前5時30分に家を出てテンベルズというパブにラム酒を飲みに行った。その時に怪しいものは見かけなかったという。1888年11月9日は年に一度のロンドン市長就任式の祝縁の日だった。その日の朝。 ケリーの住居の親のジョン・マッカーシーは、助手の退役兵士のトーマス・ボーヤーに家賃を集めに行かせた。ケリーは、家賃の支払いを6週間分滞納しており、29、シリング未払いだった。午前10時45分直後、ボーヤーは、ケリーの部屋のドアをノックしたが、何の応答もなかった。ボーヤーは、窓のひび割れに腕を入れ、カーテン代わりに使われているコートを押しのけて、 部屋の中を覗き込んだ。そして、無ごたらしく切り刻まれた、ケリーの遺体がベッドに横たわっているのを発見した。1888年11月10日のマンチェスターガーディアンは、狂乱したボーヤーからの通報を受けて、エドワード・バダム巡査部長が、ウォルター・ベック警部補と共にミラーズ・コート13番地へ向かったことを報じた。ベックは検視審問で自分が最初に、 犯行現場を訪れた警察官であると述べた。バダムも一緒に現場に来ていた可能性がある。しかし、バダムがベックと一緒にいたことを示す、公式の記録は存在しない。エドワード・バダムは1888年11月12日の夜にコマーシャルストリート警察署で勤務中だった。メアリー・ケリー殺害の検視審問はその日の午後6時頃に終わった。 バダムの勤務時刻はそれよりも後のことである。この時に、ジョージ・ハチンソンが警察署に来て、バダムに最初の証言を行った。地元のロジングハウスの管理人代理の妻の、キャロライン・マクスウェルは、殺人事件のあった朝の午前8時30分に、生きているケリーを目撃したと主張した。ただし、マクスウェルは、以前に、ケリーに一度か二度しか会ったことがないことを認めていた。しかも、 マクスウェルの説明はケリーともっと親しい人物による説明と一致していなかった。洋服屋のモーリス・ルイスは同日の午前10時頃にパブでケリーを見かけたと報告した。この二人の証言は警察から却下された。想定されていた死亡時刻と適合しておらず、またその報告の確証となる目撃者が他に発見できなかったためである。 マクスウェルは別人をケリーと間違えたか、ケリーを目撃した日を取り違えていた可能性がある。この混乱は、グラフィックノベル、フロムヘルで筋書きに利用された。ホワイトチャペルの H 地区からトーマス・アーノルド警視とエドマンド・リード警部補が現場に来た。スコットランドヤードのフレデリック・アバー・ラインとロバート・アンダーソンも現場に訪れた。ケリーの部屋から出た殺人者を、 ブラッドハウンドで追跡させる作戦を不可能であるとして却下した後午後1時30分にアーノルドはケリーの部屋に強引に入った。ヒドコの中では火が激しく燃えており火力の激しさのあまりに夜間の継ぎ口の継ぎ目のハンダが溶けていた。見たところヒドコの中で衣服が燃やされて火の勢いが激しくなっていたようだった。アバーライン警部補はケリーの衣服は 殺人者が明かりを取るために燃やしたと考えた。部屋の中には他には一本のろうそくの薄ぼんやりとした光しか明かりがなかった。ケリーの遺体はホワイトチャペル殺人事件の中でも段違いに広範囲が切り刻まれていた。おそらく通りと比べると個室の中は蛮行を遂げるための十分な時間があったためだろう。トーマス・ボンド医師とジョージ・バグスター・フィリップス医師が ケリーの遺体を調査した。フィリップスとボンドは、ケリーは調査から約12時間前に死亡したと推測した。フィリップスは、遺体を広範囲にわたって切り刻むのに2時間かかっただろうと述べた。ボンドは遺体を調査していた時に死後硬直が始まったと記した。このことは、ケリーは午前2時から午前8時に殺害されたことを示唆している。ボンドは次のように記録した。遺体は、 ベッドの中央に裸で横たわっていた。両肩は水平だったが、体の軸はベッドの左側に傾いていた。頭は左方の方に向いていた。左腕は体に密接しており、前腕は直角に曲げられ、腹部を横切るように置かれていた。右腕は体からわずかに外転しており、四季普段の上にあった。肘は曲げられ、前腕は手のひらを上にしており、 指は固く握られていた。両足は広げられており、左ももは胴に対して直角で、右ももは地骨に対して鈍角をなす位置にあった。腹部とももの体表はすべて取り除かれており、腹空からは内臓がなくなっていた。両乳房は切り取られていた。両腕には数点のギザギザとした列傷があった。顔は顔立ちがわからなくなるほどに切り刻まれていた。 首の組織はまんべんなく切り裂かれており骨に達していた。内臓は様々な場所で見つかった。子宮と腎臓と片方のチブサは頭の下に、もう一方のチブサは右足のそばに、肝臓は両足の間に、腸は体の右側に、脾臓は体の左側に見つかった。腹部から取り除かれた皮膚とももはテーブルの上にあった。 右隅の寝具には血液が染み込んでいた。その下の床には血液が溜まって61平方センチメートルまで広がっていた。ベッドの右側のそばと首に沿ったところの壁の数箇所にぶつかったことによる血液の跡がついていた。顔はあらゆる方向から切りつけられており、鼻や頬、眉、耳は部分的に取り除かれていた。唇は白くなっており、 顎先にまで達する斜めの裂が数箇所あった。顔中にも数多くの裂傷が不規則に広がっていた。首の裂傷は皮膚や他の組織を貫通し、頸椎に達していた。5番目と6番目の頸椎に深い刻み目がついていた。首の正面の皮膚の裂傷は独特の繁盛失血を示していた。軌道は陰頭の下部で切られ、 臨場軟骨を貫通していた。両方のチブサは多かれ少なかれ円形の裂傷により取り除かれていた。切り取られたチブサにあばら骨に達する筋肉がくっついていた。4.56番目のあばら骨の間の肋間筋が切られて貫通し、胸腔の中身が開いた傷から見えていた。肋骨弓から陰部にかけての腹部の皮膚と組織が大きく3箇所取り除かれていた。 右も,もは骨や生殖器の外形器官を含む皮膚、右の臀部の一部のところまで剥ぎ取られていた。左も,もは膝のところまでの皮膚の筋膜や筋肉が剥ぎ取られていた。左のふくらはぎには皮膚や組織を貫通し、深部の筋肉まで達する長い裂傷が見られた。裂傷は膝からかかとの13センチメートル上のところまで及んでいた。 両腕と両前腕には広範囲のギザギザした傷があった。右の親指には2.5センチメートルほどの長さの小さな体表部の裂傷が見られ、皮膚の中に内出血も生じていた。さらに手の甲の数箇所に同じ状態を示す皮膚のすり向けがあった。強行を切開すると、右肺に非常に小さな古く硬い粘着物が付着していた。右肺の下半分は破壊され、 引き裂かれていた。砂肺は無傷のままだった。粘着物が砂肺の頂上にあり、その場所を少量の粘着物が覆っていた。肺実質に数点の硬化した小説があった。その下の心膜が切り開かれ、心臓がなくなっていた。腹腔には部分的に消化された食物がいくらか入っていた。同じ食べ物が腸にくっついていた胃の残骸の中で見つかった。 フィリップスは、ケリーは喉を切られて殺害され、その後に、体の各所を切り刻まれたと考えていた。ボンドは報告書で、使用されたナイフは幅2 5ト、mm、ル長さは少なくとも1 5トルあると記したが、殺人者は、医学の訓練を受けた経験がある、または、医学の知識があるとは考えなかった。ボンドは次のように記している。どの事件も、 遺体を切り刻む行為は科学的な知識や解剖学の知識がない人が行ったものだ。思うに肉屋や馬肉畜殺業者、その他動物の死体を切り刻む習慣のある人物が持つような技術の知識すら持っていないだろう。ケリーの遺体はホワイトチャペルではなく小立地にある死体安置所へ運ばれた。このことはホワイトチャペル殺人事件の数多くを扱ってきた。 検視官のウィン・エドウィン・バクスターではなく、ノース・イースト・ミドルセックスの検視官のロデリック・マクドナルド医師が検視審問を開いたことを意味する。検視審問は急速に進められ、新聞でも批評された。マクドナルドは、ショーディッチ・タウンホールで11月12日にだけ検視審問を実施した。ケリーの身元はバーネットにより公式に確認された。バーネットは耳と目から、 遺体はケリーのものであると認めたと語った。マッカーシーも遺体がケリーのものであると確認した。死亡証明書では名前はマリエジャネット・ケリー、年齢は25歳と登録された。ケリーは1888年11月19日にレイトンストーンにあるローマカトリック共同墓地に埋葬された。次のような死亡記事が新聞に掲載された。 殺害された女性であるケリーの葬儀はもう一度延期されていた。ケリーはカトリックであり、ケリーと一緒に暮らしていたバーネットと、王家のエム・カーシー氏はカトリック教会の儀式で埋葬することを望んだ。そのため、葬儀は明日、レートンストーンのローマカトリック共同墓地で行われる。葬儀用馬車は12時30分に、小立地支ン安置所を出発する。メアリー・ジャネット、ママ、 ケリーは、スピタルフィールズのドーセットストリートにある、ミラーズコートで11月9日に殺害された。ケリーの遺体は、昨日の朝に、小日置市ン安置所から、レイトンストーンの共同墓地へ運ばれ、そこで埋葬された。葬儀に参加した家族は見られなかった。警察は広範囲の個別訪問調査と捜索を、実施した。11月10日、ボンド医師は、 ケリー殺害とそれより前に発生した4名の殺害事件を結びつけ、殺人者のプロファイルについて綴った報告書を記した。同日、政府は殺人を起訴したり実行したりしていない共犯者が殺人者の逮捕につながる情報や証拠を提供すれば、恩赦を出すことを申し出た。政府の申し出や、警察の大規模な捜査は身を結ばず、 誰も告発されたり裁判にかけられたりすることはなかった。それから6ヶ月間、類似する殺人事件は発生しなかった。それにより、警察の捜査も徐々に終結へと向かっていった。ケリーは一般に切り裂きジャックの最後の犠牲者と考えられている。切り裂きジャックの犯罪が終焉した理由については、犯人が死亡した、逮捕された、収容施設に入った。 移住したといったものが推測されている。アバーラインは、ケリー殺害後に、ケリーの愛人のバーネットを4時間尋問した。バーネットの衣服も結婚がないか調査された。しかし、バーネットは告発されることなく釈放された。ケリー殺害から一世紀後、著実家のポール・ハリソンとブルース・ペーリーは、バーネットが嫉妬からの怒りに駆られたか、ケリーから侮辱されたために、 ケリーを殺害したという説を提唱した。他の殺人事件もバーネットがケリーを怖がらせて、通りへ出なくさせて、売春をやめさせるために行ったと主張した。同じくバーネットが犯人だが殺したのはケリーだけで、切り裂きジャックの犯行に見せかけるために遺体を切り刻んだという説を唱える、著述家もいる。アバーラインの捜査ではバーネットは、無実とみなされたようである。家のジョン・マッカーシーや、 元愛人のジョセフ・フレミングといった他のケリーの知人にも疑いがかけられた。また、ケリーの遺体が裸だったことと、畳まれた衣服が椅子の上に置かれていたことから、ケリーは自ら服を脱いで、ベッドに横になったという説も唱えられている。それが正しければ、ケリーの知人家客がケリーを殺害したか、ケリーが眠っているか酒で酔っ払っている時に襲ったと考えられる。二千五年、 著述家のトニー・ウィリアムズが、レックサムの近隣のブラムボでの1881年の国勢調査の回答用紙に、ケリーを発見したと主張した。この主張は、ブラムボの国勢調査に記録されている、ケリー一家の林家に、ジョナサン・デイビスという独身男性が住んでいたことと、その人物はケリーが16歳の時に結婚したという、デイビーズ、またはデイビスなる人物である。 可能性があることに基づいていた。この主張はほぼ間違いなく間違っている。ケリーの夫は結婚から2.3年後に死亡したという話だが、普段のジョナサン・デイビスは1891年の国勢調査に現れる通り、その時にはまだ存命でブラムボに住んでいた。いずれにせよ、バーネットが語るケリーの話と、1881年にブラムボに住んでいた。 ケリー一家はほとんど一致しない。ブラムボは、デンビーシャーにあるのであって、カーマーゼンやカーナーボンではない。ブラムボのケリー一家の父の名は、ヒューバートであって、ジョンではない。トニー・ウィリアムズの調査は、ジョン・ウィリアムズの日記に基づいているが、この日記に変更が加えられているという主張もある。メアリー・ジェーン・ケリーの死亡証明書。188 18年11月17日発行。 作家のマーク・ダニエルは、ケリーを殺害したのは宗教教であり、ケリーを生贄の儀式の一環で殺害したという説を提唱した。ひどこの日は、明かりのためではなく、犯罪に使用されたと主張した。また、1939年に、ウィリアム・スチュワートは、ケリーは発狂した、助産婦に殺害されたという説を提唱し、殺人者をジルザリ・ッパーと呼称した。 スチュワートによれば、ケリーはこの殺人者の助産婦を打体のために雇ったと言う。また、殺人者は自分の服が血で汚れたため、ひどこで自分の服を燃やし、ケリーの服を着て逃走したと言う。マクスウェル夫人がケリーが殺害された後に、ケリーを目撃したと主張したが、この説によると、実際は、ケリーではなくケリーの服を着た殺人者だったと言う。しかし、 スチュワートが自説を構築する際には閲覧できなかった医学報告書にはケリーが妊娠していたという記述はない。また、この仮説は全体的に推測に基づいている。ジョン・ブルックス・バリーの1975年の小説ザ・ミックルマス・ガールズでケリーが主要なキャラクターとして登場する。この小説のケリーは同性愛者の売春婦でインポテンツでサディストの男に 仲間の外傷を殺害させようと企む。また、ルトゥール・ア・ホワイト・チャルプルは、フランスの歴史探偵小説で、切り裂きジャックの事件を元としている。作者は、ミヒエル・マッチで、ケリーの架空の娘のアメリア・プリロを中心に、物語が進む。ありがとうございます。